し起きないじゃん。ウケる。いやどこがよ、全然ウケんし。あのさ、いいけどどうすんのこれ。ぶっちゃけ深刻なやつじゃん。若干引くんですけど、あんたのせいでバイトも休んじゃったよ。金返してくんない？てか何、金積んでいい医者連れてくれば治んの？積むけど。すげえ治癒魔法の使い手とかいれば起きんの？呼ぶけど。ねえどうすりゃいいの？何でもするけど、マジ何でもするけど。つってすでに何でもした後なんだよな。値段の財力でどうもなんないんじゃ終わってるわ。積み、まあでもあいつだし大丈夫か。そのうちトイレ行きたくなったら起きんでしょ。ってことにして、トリマ待っとくわ。あんたもいろいろあんだろうし、たまには体休ませとき。でも気向いたら速攻起きれな。私は心配しない。あの先輩が眠ったまま一生起きなくなっちゃったって聞いて、どうやらそれが冗談でも何でもなく本当のことらしいって分かって、ユニ先輩もクロエ先輩も深刻な顔して黙り込んじゃったけど、それでも私は絶対心配なんかしないんだ。だってあの先輩は私と同じだから。自分のことで誰かが暗くなったりするのきっと嫌だろうから。あの人は多分そういう人。いつもみんなを明るい笑顔にしたいと思ってる人だから、ユニ先輩やクロエ先輩や他の子たちがたとえどんなに心配したとしても、私だけはバカみたいに空気も読まず何先輩働きもしないでダミンむさぼってんです？そういうかまってちゃんムーブちょっとめんどくさいですよ。ほら早く起きないと顔にチェルーンって落書きしますからね。依然として彼の意識は戻らぬままか。是も非もない。すでに知り得る限りの手は尽くした。門外漢の僕にこれ以上できることなどあろうものか。ふん、何が名誉博士だ、厚かましい。学院創立以来の再演などと生やされていても、いざ有事にあってはたかだか後輩の一人も救ってやれんとはな。ふう、今少しあがいてみるか。 OK ロゼッタ、地図を示せ。持たぬ知識なら借りるほかあるまい。かくなる上は町中の諸侯を漁るぞ。